8月24日、一部スポーツ紙がお笑いタレント、有吉弘行と、フリーアナウンサー、夏目未来の交際&妊娠を報道し、世間を騒がせた。その後、両サイドは事実無根、と発表したものの、否定までに時間がかかったことで様々な憶測が飛び交っている。今回の報道は世間から大きな注目を集めたにもかかわらず、ほとんどのテレビ局がこの話題を不自然にスルー。他のメディアも事務所が発表した否定コメントを伝えるだけに止まり、有吉本人も多くは語りませんでした。そのため一部からは、何か業界の大きな力が働いているのではないかという憶測が吹き出しています。芸能記者。また今回の熱愛報道に関して、普段はスキャンダルに切り込んでいく芸人仲間すらも、固く口を閉ざしている。まずお笑いコンビ、おぎやはぎの二人派、ラジオ番組にて、言っちゃいけないやつ？本当になんかやばいやつなんだよ、と語り、爆笑問題の太田光も、変な地雷踏みたくないから、業界怖いからさ、と、いつもの暴走っぷりはなりを潜め、多くを語ることはなかった。今回の騒動は、夏目が所属する大手芸能事務所の存在を、皆が恐れていると一部で噂されるが、最近もある芸人が事務所関係者の逆鱗に触れ、干されかけたという。今年大ブレイクした芸人、長野は、バラエティ番組でたびたび、たけし、さんま、自分がお笑い美人さんだ。タモリさんは超えちゃった、とネタで発言し、笑いを取っていました。しかしこれに激怒したのが、夏目やタモリが所属する芸能事務所の関係者だと言われています。長野は後日、関係者に呼び出され、お前、あんまり言うなよ。干されるぞ、と真剣に告げられたとラジオで語りました。つまりそれほど相手側は、業界において強い力を持っているということでしょう。前室、芸能記者。今回の夏目、有吉の熱愛騒動には、業界のドンが関わっていると囁かれている。果たして二人が今後、メディアで真実を話せる日は訪れるのだろうか。引用元、URL 省略。関連動画。衝撃理由、有吉弘行&夏目未来の熱愛、妊娠報道をテレビ局が完全無視する裏事情。URL 省略。2016-08-28、有吉弘行の寸大、二具と、ドレアメア。2016-8-28、サンデーナイトドリーマー。URL 省略。夏目未来有吉弘行熱愛報道スルーは別れさせられた？ B 長谷川豊。URL 省略。